タナー・スコット・レイニーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州セント・タマニー軍、フォルサム出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2015年の MLB ドラフト2巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスで、プロデビュー。15試合に先発登板して2勝2敗。 防御率4.27、57奪三振を記録した。2016年は A 級デートンドラゴンズでプレーし、29試合に投板して5勝10敗、1セーブ、防御率5.57、113奪三振を記録した。2017年は A 級デートナト,トートユガスト A 級ペンサコーラ、ブルーワフーズでプレーし、 2球団合計で53試合に登板して3勝3敗13、セーブ、防御率3.19、104奪三振を記録した。2018年は、トリプル A 級、ルイビルバッツで開幕を迎え、4月10日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦で8回から登板して、メジャーデビュー。 8投板で無失点に抑えたのが2試合のみと結果を残せず防御率24.43に終わった。2018年12月12日にパナー・ロアークとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。パナーという名前同士のトレードは史上初の陳事であった。ワシントン・ナショナルズ時代2019年は開幕をトリプル A 級で迎えたが5月18日にメジャー昇格。 6月1日にトレード相手だったロアークが先発したレッツ戦で初白星を挙げた。52試合で2勝3敗、防御率3.91、74奪三振を記録した。ポストシーズン、ロサンゼルスドジャースとの NLDS で初登板。この試合は0.1回を2失点で降板したが、以後の4登板では無失点に抑えている。 ワールドシリーズでは4登板して、失点もしたが、優勝を経験した。2020年は20点に近を投げ防御率2.66で、32奪三振で1勝1敗を記録したが、9月中旬に、全腕の張りを訴え、残りのシーズンを全球した。平均97.6マイルパーアワーのフォーシームと、スライダーとのコンビネーションで対峙する。ありがとうございます。